ピンピンコロリチャンネル、こんにちは、松野わなりです。2月になりました、来月が僕の誕生日で、来月で僕は61になりますね。60、61になりますね。もう最後の最後までね、自分の足でこうしっかり歩きたい。でピンピンコロリ、ピンピン元気で過ごして最後の最後まで、ね、自分の足で歩いて、最後はね、まあ、コロッと、まあ、行ったらいいかなと思って日々精進しております。でそのためには何が大事か、まあ、いろいろ大事なこといっぱいあると思うんですが、僕的には大事なのは姿勢です。姿勢は器、ここにコップがありますけど、この、まあ、このコップね、器、このコップが、まあ、歪んでいたら、歪んでしまったら、この外見も歪むし、中身も歪んでしまいますよね。だから、まずは姿勢をきちんと整えたら、外見も美しくなるし、ね、男だったらかっこよくなるし、で、中身もきれいに整っていく、ね。だから姿勢こそが大事と僕は信じてずっとこれまでやってまいりました。じゃあね、姿勢正しくしましょうっていうのはいいんです。みんなこうやってできる。だけど気がついたらまたこう猫背になっちゃってる人って少なくないじゃないですか。じゃあなんで猫背、そもそもなんで猫背になるのっていうところにちょっと話をしていきたいと思うんですが、いくつか原因はあります。でもその中で今日はね、ちょっとね、猫背肩からね、結構一番遠く離れた場所、そこの部分が結構重要なんですよという話をしていきたいと思います。猫背、肩がこう丸くなってるとこから一番遠く離れた場所、それはどこかというと足、汚い足、失礼しました。この足と猫背がすごい関係が深いんです、ね、その話をちょっとねしていきたいと思います。じゃあテキストの方に入っていきましょう。猫背と、足の関係についてスライドを見ながら説明していきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。ここにスケート場の写真を載せてあります。それでスケート場はね、猫背と足の関係をね学ぶのにね、ものすごいヒントがね転がってんですね。まあ、どういうことか、ね、一番左端に女の子がこうね、これ多分初心者ですよ、この姿見たら。で恐る恐る立ってる感じです。恐る恐る立ってる感じで、つるんって滑って転ぶと怖いから、この子はどういう体勢になってるかというと、何かあったらすぐに手すりにつかまりたいって感じなんです。つるって滑ったら怖いから、何かつかまりたい、何かにつかまりたい。つまりこの子は前傾姿勢になるんです。つまり猫背になっちゃうんですよ。ってことは、この子が猫背になってしまう根本の原因は何かというと、足元、スケートのシューズ、スケートね、歯、スケートの歯のところ、氷、ここがつるんと滑って、それをコントロール、彼女はまだ初心者だからできないから、だから怖いから前傾姿勢、つまり猫背になってしまうんですね。ということは、猫背の原因、まあいろんな原因がいっぱいありますが、今日のテーマは、猫背から一番離れた足なので、足のグリップ力、ね、地面をしっかりつかむ力、これが低下していると、このスケート場と同じような現象が起こってしまうんです。もちろん、普通に暮らしている分にはね、こんなスケートの、ね、スケート場、氷の上で、しかもスケートシューズ履いて、さらに滑りやすくして、こうやって、ね、こういう極端なことは起こらないと思います。だけど、足の裏がしっかりとメンテナンスできてなかったら、それが、こう、少しずつ積もり積もって前傾姿勢になって猫背の原因につながっていくっていうふうに考えてみると面白いと思います。実際に猫背の人、姿勢が悪い人、
それから、まあ、肩が凝ってる人、腰が痛い人、要するにそういうね、姿勢の悪いことによって起こる、そういう不調を抱えている人の足を見させてもらうと、メンテナンスできてないですね。例えば足の指とかね、ちょっとこう強めにつまむと、ギャーって悲鳴上げますね。だから足がしっかりと機能しているっていうのは、ものすごく姿勢矯正、猫背を治すのにすごく大事になってきます。だから足のメンテナンスね、じゃあ具体的にどうやればいいのっていうのは、別の動画を作ってそこで具体的にお伝えしていますので、その動画の URL ね、説明欄とかそういうところに書いておきますので、そちらの動画の方もぜひね、参考にしてください。じゃあですね、このスケートの初心者の女の子と、後ろにね、ほら、上級者がこう、なんかこう気持ちよさそうに滑ってますよね。この初心者と上級者の違い、これをちょっと見ていくと、上級者はほら見てください、足がこう揃ってるでしょ。そして膝も揃ってますよね。膝も揃ってる、足も揃ってる。それに対して初心者はほら足が広がって、ね、膝も広がっている。こちらちょっと見てください、右端にまだスケート、この女の子よりはもうちょっとうまそうなんだけど、まだ初心者っぽい人が滑ってます。と膝見ましょう。ほら、膝が外側に広がってるでしょ。外側に広がってる。真ん中、ちょっとやや上手って書いてあるけど、この方、ほら、膝が揃い始めてきてる。膝が揃い始めてきてる。上級者、ほら、綺麗に膝が揃っている。これね、膝が外側に開く、なんで広げてしまうのかっていうと、頭、当たり前ですけど、頭が一番てっぺんに乗っかってますよね。頭が一番てっぺんに、この頭、まあ重たいです。この重たい頭が一番てっぺんに乗っかってることによって、人間って立ってる時の姿はすごく不自然、不自然じゃないだ、不安定なんです。東京タワーとかね、ちょっとイメージしてください。スカイツリーもそうですね。それから普通の民家、ビルもそう。建物はおおよそ上を軽く作ります。なぜならその方が安定するからです。上を重く作ってしまうと、やっぱり倒れやすいですよね。しかし人間は一番重たいものが、ね、頭が上にあるんです。この重たいものが一番上にあって立ってるもので、身近にある例としてはこれなんですね。じゃん。カメラの三脚ですね。カメラが一番上に乗っかっている。カメラは重たい。この重たいカメラを安定して立たせるためには、三脚の足の裾野をこう広げて立たせるに限るんです。下がこう広がって重たいものを安定させて立てている。それと同じことがこの女の子に起こっちゃってるんですね。頭が一番上にあるから不安定になりやすい。さらにつるっと滑るのを自分ではコントロールできない。スケートまだね、初心者だから。だから足元を広げて、広げて安定させてようとして、これですね。でさらに転びたくないから、何かあった時に、つるっと来た時にすぐに掴まれるように、この前傾姿勢、猫背になっちゃうんです。こう膝の角度なんかでもこう姿勢のことがね、こう見えてきますよね。それで膝をね、こう広がっている、まあ、この方も広がっている。この方はやや上手の方はちょっと膝がこう揃い始めてきた。上級者は膝がほら綺麗に揃っている。これによってもう一つ別のことが起こり始めるんです。それ何かというと、ちょっと上級者ね、見てください。膝が揃うことによって、この上級者の方は内転筋、太ももの内側の筋肉ですね。内転筋を使ってます。内転筋を。この初心者の女の子は内転筋使えてないです。ただも足が広がってるだけです。
この初心者男性の右の方も内転筋が今一つまだ使えてないです。で、やや上手の方は内転筋をこうほらちょっと使い始めてきて、こう膝がねこう揃え始めてきてる。この内転筋をしっかり、この上級者のようにしっかり使えることによって何が起こるかというと、このおへそのちょっと下に丹田がありますよね。この丹田にね、ちょっと漠然とした言い方であれなんですが、丹田にエネルギーが集中し始めるんですよ。エネルギーが。そうするとね、安定してくるし、パフォーマンスも上がってくるし、で見た目もかっこよくなるんです。ちょっとね、この後僕の写真をちょっとご紹介したいと思うんですね。かっこいいかかっこ悪いか、ちょっと皆さんにこうか判断委ねますけど、僕はウィンドサーフィンが趣味で、もうかれこれ30年以上やっててですね、その写真を2枚、1枚はサーフィンの写真なんですけど、面白い対比の写真があったので、それをちょっとお見せして、この内転筋を使ってる使ってないっていうのをね、ちょっと内転筋を使ってる使ってない、そしてこのなんだっけ、丹田にエネルギーが集中してるっていう説明をちょっとさせていただきたいと思います。まず、内転筋使っている写真です。これです。これ僕が波の上でこうバーンとこうジャンプした写真なんですけど、これ僕ですよ。僕かっこいいでしょ、はい、膝見てください。ちゃんと膝絞ってます。内転筋絞り込んでます。なので丹田にエネルギーが集中して、ね、ここのおへその下あたりに集中して、これがバーンと波の力を使ってこうバーンとこう派手にこうほら水しぶきを、ね、こうスプレー、ね、これをバーンと派手に飛ばしてこう飛んでる、リッピングっていうんですけど、これができてる。膝のところに注目です。次はこの内転筋が使えてない、シーンです。じゃん、これです。これこれつい先日っていうか先月か、やった時の写真なんですけど、もうね、もう60ですよ。この僕ももうようやるわって感じなんですけど、波乗りやってて、サップで波乗りやってて、見てください、こう膝が開いてるでしょ。膝が開いちゃって丹田がにこう集中してない、エネルギーがこう集中してない、なんかこう分散してるんです。でそれによって何が起こるかというと、ここに集中してないからこのボードが揺れるんですよ。不自然に揺れるんです。だから波の上で失速するんです。スピードが出なくなっちゃうんですね。だから下手すると波に置いていかれたり、波に巻かれちゃったりしてしまうんですね。これはもう膝が開いちゃってる、丹田にエネルギーが集中してないっていうやつですね。こっちはちょっとこうギュッと締まってかっこいいみたいなね。この写真ちょっと見せてちょっと自慢したかったというのもあるんで、その辺はその多めに見てください。で、本題に戻ります。こんな感じでね、姿勢が崩れる、猫背になるっていう原因はいくつもあります。その中で今日は猫背からね、肩から一番遠く離れたところ、足も結構猫背と関係が深いんだよ。そして、足元が不安定だと内転筋が使えなくなって、丹田にエネルギーが集中しなくなって、ますます猫背が治りにくくなるよみたいなね、そんな話をさせていただきました。繰り返しになりますが、足メンテナンスね、足のグリップをメンテナンスする方法は別の動画用意してありますので、そちらの方もぜひぜひ見てください。URL はね、説明欄に貼っておきますので、ぜひそっちも見てください。この動画がね、少しでも参考になれば、ぜひぜひ右下の方に高評価ボタンがありますので、それをポチッと押してくれるとすごく励みになります。そして、もう毎度毎度のお願いで申し訳ないですけど、チャンネル登録もよろしくお願いいたします、ね、じゃあこれで失礼いたします。ありがとうございました。